今日このタイトルにした S と N のリンゴ論っていうのも、昨日のその内部でですね、はい、視聴者さんがですね、はい、リンゴの話になった時に、はいはい、私はそのこれは青森県産かなとか、はい、どんな料理に使おうかなみたいなのを、はい、リンゴを見た瞬間にそっちに行くと、はい、っていう話をしていて、はい、で僕はいやいやいや、そんなここにリンゴがあってね、はい、このリンゴって言った時にリンゴだろ、はい、N でもそれはリンゴだろみたいな、まあそのうがった見方をする人もいるじゃないですか。あ、でもこのなんかなんていうんだろう、MBTI の今日は、はい、あのタイプを分けましょうねの会場に来て、はいはい、リンゴを出されたら、はい、ははーんってなるのはわかるんです。わかります。はい、でそこでごめんなさい、これもう僕の性格なのでね、はい、あの山ちゃんの星なので、はい、山田さんの星なので、はい、もう N になりたい人は、あ、はい、これ来た来たと、はい、私は N だ、はい。だったらここはちょっともうひねらんといかんと、はいはいはい、なるだろうなって思うんです、はい。で、思いながら昨日自転車を漕ぎながらですね、はい、ぐるぐる考えが巡っていって、はい、いや、多分それはこのリンゴを見たときにっていう出題の仕方が悪いと。はい。まあ、多分そうだと。あの、例えば、家に帰ったときに、はい、はい、うちいつもあの、玄関が寒いので、はい、そこに結構あの、果物類が置いてあるんですね。はいはいはい。冷やしてある。冷やしてある。はい。冷蔵庫だと乾燥しちゃうから、はいはい、玄関で冷やしてあるんですよ。はい、そのときに、ポコってそこにリンゴがありました。はい。だとすると、はい、あ、リンゴだにはならないんですね。はい。はいはい。あ、このリンゴは、はい、っていう、そっちに行くなって思ったんです。はい、僕大体たまにリンゴがポコって、一個置いてある時があるんですけど、はいはいはい、その時は大概、あ、このリンゴは誰々が買ってきて、はい、こんな思いで買ってきて、はい、僕は食べちゃいけないな。はい、リンゴだとは思わないんですよ。あ、まあ、リンゴだとは思うけどって話ですよ。思うけど、はい、もう、わーってその、なんていうんだろう。僕の中で物語は進行するんですね。はい。わかります。言ってる意味はわかります。はい。はい、で、そこで、体調がもしか、はい、家のある場所に、はい、リンゴがポコって置いたとき、置いてあったときに、はい、どう思いますか？これは食べれるのかなですよね。僕が食べていいのかな、食べちゃいけないのかな。そこの間はないですか？間のストーリー。なん、連想ですよ。連想はしますよ。あ、どっかからもらってきたのかなとか、買ってきたのかなとか、はい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 、美味しいやつかなとかしますけど、はい、食べていいかどうか以外はそんなに関係ないじゃないですか、僕に。僕が食べるものか、僕が食べるものじゃないか。だとすると、はい、やっぱり一緒だなと思うんですよ。はい、あ、僕は今、N の人と言います、はい。ここに座ってます、はいはい。N の人として。はい、で、この家庭が、すっぽり、スポってなくて、はい、あ、リンゴだ、食べていいのかな、っていうのだったら、はい、ああ、それが S だったんですねっていう対比ができるかなと思ったんですよ。はいはい、まあでも、そんなに考えないですよ。考えても意味がないので。そっちの方が比重がはるかに大きいみたいな。僕は食べるリンゴか食べないリンゴかの方がはるかに比重が大きいので、あんまり考えないですけど、考えなくはないですよね。そう。で、じゃあ、はい、N であると思ってる私が、はい、もう多分その、ファーって思いが巡るのは、はい、刹那なんですよ。多分、あのと、今話してて、はい、これが N かなって感じですよ。いや、待てよ、みたいな。こう、昨日、自転車乗りが帰ってる時に、はい、ふと、いや、待てよって思った、みたいな、逆説とか、いろんな説が浮いてくる、浮かんでくるわけじゃないですか。え、隊長、そういうのないですか？あまりないですよ。半数ですよ。半数はありますよ。はい。それはでも、そこは別に、わかんないよねって話じゃないですか。この人はこういう意図で言ってるから、はい。わかんないよね。は、どういう意図で言ってるかはわかんないみたいな話なんですか。リンゴを見た時に、みたいなのが、はい、その状況によっても変わるよねとか思ったりするじゃないですか。状況によっても変わります。リンゴを渡して、これ何って聞いたら、多分おそらくほとんどの人はリンゴって答えると思うんですよ。ここで青森県産はちょっとクレイジーですよね。はいはい。これが何かって聞いてるから。はい。とか、例えば S だったら、それは何を聞いてますかって聞くと思うんですよね。あ、産地を聞いてますか、味を聞いてますか、はいはいはい、色ですかみたいな。っていうのを多分、僕だったら分かんない時は聞くと思うんですよ。でもそれだったら僕も多分、はい、これは何ですかって言われたら、はい、ちょっと警戒はしますよ、はい。それ何聞いてますかってなるじゃないですか。それは、今 N だなと思ってる私も、はい、ちょっと怖くなってきました。この人は何が目的だろうって、はい、あ、何が目的だろうとは思います。はい、で、そうすると、なんかこう、
何を聞いてますかって聞くじゃないですか。そうですね。はい。何が目的だと思います。はい。はい、あれ、S なの ?S なのこれは。N なの ?S なのわかんないですけど。で、多分、確認しないと答えられないのが S の気がするんです。何か聞かれてるのかが明確じゃないと、わかんないって。何を聞かれてるのかわかんないって。ちょっと、また仮説は外れました。はい。いや、なんか、この、ただ、今、横尾忠則さんの、はい、私はひらめきで生きているっていう本を読んでるんですね。はいはい、でそれで、その、冒頭に、横尾忠則さんっていうのは、はい1960年代からずっと活躍してる芸術家の方なんですけど、うんはいはいその方はひらめきで生きている。はい、で、初めは、その、宇宙を味方に生きている。はい。っていう思いだったんですけど、はい、その宇宙って書いちゃうと、なんかこの人は宇宙人と繋がっていてっていう風に思う人もいるかなと思って、ひらめきっていうのとしたと。はい。で、私はその何かをやるときでも、まあ、儲けとか、そういうのもいろいろ巡るが、ひらめきを頼りに生きてるんだよ。だとすると、ひらめきならみんなもあるよねっていうのを書いてらっしゃってて、はいはい、僕はその宇宙を味方にっていうのからひっくるめて、めっちゃわかるなんですよ。うん、でも、ひらめきぐらいありますよね。バチン！ああ、これって。はい。ありますよね、ひらめき。一緒かどうかわかんないですけどね。でも、ひらめきってありますよねって言われたら。はい、あります。って答えるけど、二等辺のひらめきと僕のひらめきが同じかどうかわかんない。あ、前提がね。前提が。あ、前提は、宇宙を味方にです。宇宙を味方にっていうのが、またこう、抽象的すぎて。あ、それは抽象、なんとなく、あーじゃないんですね。そういうのが多分あまりないみたいな感じじゃないですか。S と N の違いって。なんか僕の中では、あ、はい、ひらめきって宇宙なんだ。よく、宇宙を味方にしてるんだね。はい。いう納得の仕方なんですけど。で、なので、それだけだと、意図が明確じゃないじゃないですか。こんだけ明確にしたのに？抽象的じゃないですか。宇宙を味方にって何を指してるんだみたいな。あ、っていうと、あ、この何かを思いつくときって、はい。これは、横尾さん的には、はい。宇宙を味方にって言ってるんだ。僕のひらめきは、何かがひらめくときっていうのは、はい。何かこうブロックがはまった感じですよね。ここにある出来事と、ここにある出来事と、ここにある出来事が、はまったときに、あっみたいな。感じなので。あと、ま、結局、僕、はい、いつもと同じとこに帰ってくるんですけど、はい、あとなんか、同じ事柄を、はい、この人は N って言ってるし、この人は S って言ってるみたいな、はい。感じがしませんか、はい、まあ、そこもわかんないですけどね。ああ、そうですか。その、まあ、わかんないものはわかんないみたいな感じですよね。僕は、はい。なるほど。ああ、そうなんですね。はい。で、僕はなんかそれを、体調がブロックがはまるっていうのを、はい、あ、これを宇宙からの、宇宙を味方にって言うんですね。っていう、それを言う。イコールでごっくんしちゃうんですよ。はい。あ、イコールなんだ、ごっくんって。はい。そこはだからイコールではない感じはするんですよ。宇宙を味方にって言われると、うん、なんか僕の思ってるのとあんまなんか違う気がするんですよね。言葉が違うから。言葉が違うから。っていうか、イメージもなんか、僕の持つ宇宙を味方にっていうイメージと、僕の言うひらめきが結びついてないというか。これなんか、ごめんなさい。同じ、もう同じことを喋ってるのに、はい。味が全く違うみたいな話をしてると思ってるんですよ。はい、そうです。僕は。あ、だからこう、同じものだって繋がってるわけですよね。ひらめきと宇宙を味方にが。はい。その感覚が多分僕が、そう繋がってないみたいな感じ。なので、そうやって言われるとここを繋げたくなるわけじゃないですか。でもなんか、同じ事象を見てると思ってるんですね、僕の中では。同じではない感じがしてるって話ですよ。僕の中では。なので、同じにしようとしてる。どうやったら同じになるのかな、みたいな。ああ、そっか。はい。そこはブラックボックスじゃダメなんですね。なんとなくなんか、あーって気持ちよくなってくる感じがあるじゃないですか。あの、セミナーとか行くと。その感じが今してるんですよ。はい、あ、なんかもう俺、セミナーできるや。はい。でも、そのためには、あの、1万人の二等兵がいるんですけどね。はい。これで気持ちよくなる人。まあ、いるんじゃないですか。あ、はい、いると思います。いると思います。そういう人も。はい。タイプって、はい、その
味の違い、生物が好き、はい、生物が嫌いみたいな、はい、味の違いをタイプって言ってるんですかね。まあそれもあると思いますけど、ね、どう捉えるか、はい、だから僕の言うひらめきが、はい、ま、二等辺の言う全く違うものの可能性もあるわけじゃないですか。ここが僕が繋がってない理由として、はい、僕の言う、まあ、別のものがそこに当てはまる、みたいなこともあるかもしれないし。すいません。ごきげんよう。はい、ごきげんよう。リンゴは何のブランドなのか考えます。家にあるときだよ。もう僕が考えるとしたら、はい、食べるときですよね。はい。はい。あ、そう。食べないんだったら、はい、もう何でも関係ないじゃないですか。関係ない。これが何であろうと関係ない、はい、関係ないので。で、多分連想ゲームが、要は、はい、この持ってきた時じゃなくて、はい、家にある時のリンゴをどう見るかですよね。はい、で、連想ゲームが始まる。もちさんはあんまり好きじゃないんだよな。好きじゃなければ、好きじゃないんだよなって思うかもしれない。これ S っぽい。いや、S っぽいっていうか、みんなじゃないですか。みんな思うじゃないですか。例えば好きじゃないものが、はい、食卓に並んだ。はい。時に、わ、あんま好きじゃないんだよな、とはみんな思うんじゃないですか。思いますよね。はい。はい。それは S も N も思うのかな、って思ったんです。ただなんかその、僕刺身苦手なんですけど。はいはい。出会ってないと思ってるんですね。あ、出会ってないと思う。要はなんかその、美味しいのに出会ってない。そう。はいはい。なんか、トマト嫌いとか言った子が、はいはい。その、美味しいとこ行って、はい。もぎたてのやつ食べると、はい。全然違うって、はいはい。言うのを待ってる感じです。はい。まあ刺身もいろいろありますからね。あ、確かに。まあ、イカとかは食べれるんですけどね。はい、これは紅玉、王林かなって。はい。で、その味の違いを僕が知ってて、はい、紅玉が好きだとかっていうのがあれば、はい、多分気にすると思うんですけど、はい、そんなに気にしなければ、メーカーなんか気にしないです。そう、で、僕も、あ、それは僕もそう思います。はい。僕も結局、リンゴはリンゴっていうくくりなので、はい、はい。で、みんな、ごめんなさいね。結局一緒だったなって今なっちゃいました。で、なんかここで、こそう、はい、S と N でバチってなんかその、はい、いやもう僕は、リンゴ見た瞬間に、はい、食べたいが湧いてきますよとかだったら、はい、いいね、それが S ですねって、はい、できたのにと思って、はいはい。で、食べたいものだったら食べたいが湧いてきますよね。でもまあ、それは僕もそうだなって思って。はい。あ、まあ、S か。私も S なのかな、ね。多分みんなそうじゃないかなと思うんですよ。好みとかあるバチじゃないですか。嫌いなものが置いてあったら、まあ、あんまり好きじゃない、視界に入らないかもしれないですよね。はい。もう関係ないみたいな。関係ないし、いや、もうよっぽど、もう絶対食べたくないレベルに嫌いなものだったら、はい、逆に目に入るかもしれない。あ、そうですね。うわってなりますよね。これもしかしたら出てくるのかとか言って想像するじゃないですか。宇宙までたどり着くための様々なものが省略されてるのが N なのかなと。多分そっちスタートなんじゃないですかと思うんですよね。ひらめきスタート。で、あ、現実によってくるのか、現実からひらめきに行くのか、みたいな。確かに。はい。で、ひらめきに当てはめようとする節はあります。はい、はい。あ、で、僕は現実を積み重ねて、繋がった時にやっとひらめくみたいな。あー。はい。ここで終わるかもしれません。編集用の動画が。はい。はい